はい、ということで今日はですね、R セレクトショップの、福袋を開封してみたという動画になっていると思うんですけれども、まあコロナの影響で、まあ、商業施設が、閉まってたりとか、外出が自粛、してくださいみたいな発表があったりとかで、まあ自宅でね、待機して、まあ、YouTube 見たりとか、まあ、そういうネットフリックス見たりとかってしてる人多いと思うので、まあこのタイミングで誰が見てもおもろい 福袋動画を出したらいいんじゃないかなと思って、まあ、購入してみました。まあ、この時期に出してるっていうのも珍しいと思ったので、まあ、購入してみたんですけど、まあ、福袋自体は、今年入ってか、一度だけスニーカーのやつを買ったんですけど、まあ、アパレルはね、やっぱなかなかこう、敷居が高いというか、あまり買うことはなくて、まあ、それこそ某有名な東京のやつ買ってみようかなと思ったんですけど、毎年ね、ちょっと内容とかは聞いてたりとかしたんで、買うのもなぁと思いつつ、時が流れたという感じで、まあ、このタイミングなんで、まあ、いいかなと思って、買ってみました。で、まあ、どこの、セレクトショップかっていうとですね、昔コラボしたっていうのは僕の、オリジナルと、まあ、オリジナルと、そっち、えー、あ、あの、セレクショップ、セレクショップの、まあ、アムールさんってところが、まあ、コラボしたことがあってですね、まあ、名古屋にあるセレクショップなんですけども、まあ、東京にも店舗があって、まあ、そちらの、5万円の福袋を購入させて、まあ、いただきました。で、まあ、アムールさん自体は、バイヤーさんも知ってますし、今の店長さんも、知ってるんですけども、まあ、あえて言わずに内緒に購入して、まあ、後で、言ったらですね、言って購入してから話したら、まあ、まあ、言ってくださいよ、みたいな。でも、全然、乗せてもらっていいんで、ってことで、まあ、了解もいただいてるので、まあ、せっかくだったら、こう、買ったもの、中に入ってるものをね、聞きながら、見ていこうかなと思ってます。まあ、その度にちょっと仮面の関係で、ちょっと外させてもらうんですけど、外させるじゃないや。一回切って、またピッてなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、最後まで、見ていただけたら、嬉ピーです。ということで、早速、中身、見ていきます。レディゴー。Who are you? Who are you? はい、ということで、まあ、早速開けていこうと思うんですけど、まあ予想はもうこの時期に福袋という形をとって販売していくということは、まあ秋冬のね、在庫とか、まあオリジナルを新しいものを作っていくと、昔のものとかをこううまく整理していかなければ、まあ店内がね、商品変わったりとか、回らなくなったりとかするので、まあそういうタイミングなのかなと思ってます。なので、まあ厚手のものが多いのかなと思うんですけど、まあ持った感じも結構いっぱい入ってるので、まあ見ていこうと思います。ですね、まあ僕の仮面の状況っていうか、まあ仮面で、着にくいんで、着やすそうなものから着ていこうかなと思います。で、上着着ていこうかな。じゃないと、一回一回止めたらややこしくなっちゃうんで、バン。まあ、このマークは、まあ、アムールさんのオリジナルのマークなので、まあ、パーカーですね。まあ、タオルみたいな生地の、肌触りがいい、パーカーとなっております。まあ、オーバーサイズですね。ちょっと下に置こう。まあ、せっかくなんで、着ようと思うんですけど、狭いっすよね、俺の撮影スペース。マジで。引っ越すか、撮影スペースで場所借りるかっていうぐらい、ちょっと今悩んでます。まあ、ほんと今年は結構、動画にもそうだけど、まあ、力入れていこうと思ってるんで、まあ、応援してください。着れるかな？あ、いけるいける。なんか美容外科クリニックみたいな、じゃ湘南美容外科クリニックみたいになってましたけど、狭いんでね、
そして地味にね、毛が抜けてきてて新しいマスクあるんでいいんですけど、ストレスです。はい、ということで着てみました。どうですかね。まあオーバーサイズで、まあ、ここが切りっぱなしになってたりとかして可愛いですね。今日は、本当はいつもここしか見えないじゃないですか、立たないんで。で、パンツ一丁でやってるんですよ。パーカーとか着てる時も、下パンツ一丁で大体基本やってるんですけど、見えちゃったらまずいので、下にパンツも履いてきてます。パンツって本当のズボンってことね。こんな感じです。で、値段はね、タグが入ってないので、まあ、1万4、5千円ぐらいは、パーカー1枚でもするんじゃないかなと思います。次着やすそうなのか、これかな。まあシャツですね。この洗いがかかったような色味のシャツ、オーバーサイズのシャツです。まあシャツジャケみたいな感じで着れそうですね。これもオリジナルですね。着てみるか。どうですかね。まあ、どうですかねってか近すぎて見えねえよねマジで。はい、こんな感じです。まあ全然違和感ないと思うんですけど、まあこれで普通になんか僕っぽくないですか、なんか色味とかも好きな感じなんで。はい、まあ、こんな感じで、着たりとか、これも多分1万5000円ぐらいはするのかな。一応 XL サイズのやつ買ったんですけど、結構入ってるものオーバーサイズなので、まあ、オリジナルにもよるとは思うんですけど、まあ、L サイズでも良かったかもしれないってぐらいですね。僕でも結構でかいなと感じます。もうパッパッといかないでね。脱いだりするのめっちゃ疲れるな、狭いから。あー、ちょっとね、これはまだ置いといて、分厚いものからいきましょう。デニム、あ、パンツじゃなくて上着ですね。こんな感じです。カバーオール、ダメージが見てカバーオールですね。まあ見ていきます。まあ着ていきますね。見ていきますよね。これなんか穴があったらだけどダメージ入ってるからベリッていきそうで怖いな。個人的に、まあ、デニムジャケットは着るんですけど、カバーオールはもうあんま着ないかな、普段はね。まあこういう機会だからこそまた着るようになったりとかもするかもしれないんですけど、まあ、これもさっきと同じような着方ですね。まあ、パーカーの下に、着てみるっていうのはいいんじゃないかなと思います。でまあここでこう色が破れてるところからチラ見えするような感じ、どうですか。まあ珍しいですけど、このこういうスタイルが僕自体ね、まあ、本当はねもうちょっと離れて全身見せたいんですけど、まあご了承ください。で、あとは全部脱いでまた着ていかないといかない感じなので、一旦こちらで区切らせてもらってまた見ていきます。これは多分まあ、パーカーとかよりも高いと思うので2万円超えてくるんじゃないかなと思います。これもオリジナルです。じゃあ次。はい、ということで、着替えてみました。セーターが入ってたので、着てみました。まあオーバーサイズの、ものになってて、まあ、女性も着ても可愛いんじゃないかなと思う、まあ、商品ですね。で値段が多分1号ぐらいかな。今の時点で、パーカーシャツデニムでも5万円ぐらいで、これで1号だな、6万5000円ぐらいか。もう元取ってますね。まあ普段こういうのはあまり着ないですけど、なんか女子受けが良さそう。はい、ということで
まあ、数が少なくなってきてるのでもう少しで終わっちゃうんですが、この T シャツ生地ごついな。これもオリジナルですね、まあ、T シャツです。まあ、普段あの動画を切るときとかに普通にあの着てるかもしれないです。 T シャツ、はい、このごつい T シャツいいですね。とこれもオリジナルだね。はい、後ろになんか見覚えがある、なんか見覚えがある。これ出演料もらわないと、出演料これも多分まあ6000円ぐらいかな。まあ T シャツも6、7000円ぐらいはどっちもすると思うので爆アドですね。最後かなに、なんとまさかのシュプが入ってるっていう。この中にシュプを入れるっていう、まあ普通に置いてても売れると思いますけど、まあ、色味の関係なのかもしれないですね。ポーチかな、女性とかが持ってますよね、このちっちゃい感じで。まあお財布とかぐらいだけしか入んないけど、はい、入ってましたということで、まあ、全部でそうだなパッと予想しても9万円10万円ぐらいは入ってたと思うので、まあ、5万円にしたらすごくお得かなとは思うんですけども、まあ、オリジナルがメインということで、まあ、普段、オリジナルを着てるお客様とかだとなお良いのではないかなと思います。なんかせっかくだったら上着1枚こうブランドのものとか入れておくとまた良かったのかもしれないですけどね。あのデニムの代わりにとか、逆にデニムを入れて、まあ、パーカーとかをちょっとブランドのものを入れてあげたりとかすると、まあ、満足感はさらに上がってたのかなとは思います。で最後にですね、まあ、この動画一応投稿しますよっていう風に、まあ、知り合いの方だったので、後でね怒られたら仲悪くなっちゃうんで確認したらですね、まあ先ほども言った通りですあけど全然いいですよって言ってもらって、なおかつなんとですねまあ、名古屋のアムールさん、東京のダイバーシティと、まあ、メンズ109に、店舗があるんですけど、まあ、その商業施設は土日、今週は土日がお休みみたいで、来週の月曜日から、来週の、まあ、分かりづらいな日曜日までちょっと日にち変えときますね、に虎ニキの動画を見たと、まあ、トラビス愉快の動画を見た、 YouTube を見たと言っていただくと、税込み1万800円以上のお客様 10% オフしてくれるみたいなので、まあ、この機会にお店に行ったことない人は、ぜひ行ってみてくださいということで、まさかねこんなことまでしてもらえると思ってなくてまあ普通に載せますねっていう連絡から、あ、まあよかったらみたいな感じで、まあお声をかけていただいて、まあぜひまあこれで、店頭のねお客さんとか増えたりとかしたら、まあポップアップとかも、誘われたりするかもしれないので、まあ名古屋ね行ったことないし、まあ、行ってみたいなと思ってたので、まあぜひ店頭のスタッフとかにぜひ呼んでくださいと、紙を降臨させてくださいと、お声をかけていただくと降臨する可能性が高くなりますよっていう手な感じでね、ということで今日は動画終わります。バーイ。